50m ハードル準決勝第2組結果が確定しました。なお3位と4位は同タイムですが着差ありと判定されました。追い風 2.4m でした。少年共通男子 60m ハードル準決勝は第3組です。選手を紹介します。第3レーン、エイダー・リュウセイ君、長崎。第4レーン、阿部龍斗君、福岡。膝を伸ばしてなければなりません。トラック上に5名の審判員がそれをジャッジしています。そのうち3名の審判員から警告が出されますと、その選手は失格となります。フィニッシュ付近に警告表示板がございます。こちらにもぜひご注目をください。おお、待ってきた待ってきた。青年男子 1万メートル 競歩は池田監静岡が先頭に出ます。